こんにちは。今日は100円ショップのセリアさんで春夏用の毛糸を購入したので、これの紹介と、あと2種類使ってバッグを1つ編んでみたので、それも最後に少し紹介します。まず1種類目がメタリックグラデーションという糸で、綿 85%、ナイロン 10%、ポリエステル 5% の糸で、今回いくつか買ったんですけど、これが一番色の出方が気になって早く編みたいなっていう糸なので、一番最初に紹介してみました。このメタリックさの表現がすごい綺麗で豪華なんですけど、キラキラ部分が多すぎなくてすごくバランスがいいなと思って、作品にした時にどんな風になるのかなっていうのが気になるので、後で何か編んでみますね。で、この水色が色番2番で、また1番とは全然違って、春のお天気のいい日の青空みたいなね、綺麗なグラデーションなので、この雰囲気を生かして何か作品を作っても良さそうですし、1番と合わせてもこうくっきりとしていいかもしれないですね。4番は白とピンクと紫とキラキラのグラデーションになっていて、よく似た雰囲気の5番は白とピンクとサーモンピンクとキラキラのグラデーションかな。これも引き揃えて今度編み比べをしてみます。で、次はクラフトペーパーヤーンという紙 100% の糸で、ザ・春夏糸っていう感じですね。これは今回出た商品なのか前からあったのかちょっとわからないんですけど、色は薄茶で編み心地を確認したいっていうのと、一玉でどれぐらい編めるのかなっていうのも気になったので、今回は2種類を一玉ずつ買ってみました。で、こっちがアイボリーで、かぎ針の号数がね結構太くて、9号から10号ってなってるので、割とザクザク編めるのかなと思ってるので、もし編んでみてよかったら追加で買って動画の作品にしたいなと思います。そして次はファンタジアという糸で、これが色番4番。パッと見同じセリアさんのパフェという糸に似てるなと思ったんですけど、比べてみると結構違いがありました。パフェは結構ふわっとしてるんですけど、ファンタジアはすっきりしていて、かぎ針の目安も2号から3号と結構細めになっています。で、こっちの華やかな色合いが色番3番。パフェよりも短いスパンで同じ色が何度か出てくる感じですかね。次はオーガニックコットン。で、こっちは細って書いてあって、こっちはカラーズって書いてあります。綿 100% の糸で、これも細くて、かぎ針は2号から3号。オーガニックコットンなので、こういう赤ちゃんの使うものだったり、お肌が弱い方にもぴったりですよね。で、私も肌が弱いのでベビー糸みたいなイメージですけど、こういう糸をよく使ったりします。で、細って書いてあった方は色番の記載はなくて、カラーズの方はこれが色番1番。この2色で編みたいものがあるので、とりあえずゲージの分だけ買いました。続いてこれがニューコットンベビー。ちょっと白く光りすぎちゃってるので照明を落としますね。これも赤ちゃんのものを編んだりするのにすごい良くて、何年も前からある人気糸で、私も何度も何度もリピートしています。今回は色番33番にしてみました。すごいふわふわで柔らかいタイプの細めのコットン糸で、さっきのオーガニックコットンと比べると少しボリュームがあります。これからの季節にお子さん向けの日よけ帽子を編むのにもいいかなと思います。そして次はこのニューキララコットン。さりげないパールラメが上品な雰囲気にと書いてあって、綿 98%、 ポリエステル 2% で、かぎ針は3号から5号。ラベルに書いてある通り、ほんのりラメが入っていて、ちょっとね、映像で伝わるかわからないんですけど、ところどころ小さくキラキラ光ってます。確か7色ぐらいあったんですけど、今回は20番と32番を選びました。後でこの白い方と最初に紹介したメタリックグラデーションと引き揃えて何か編んでみます。そしてこれがニューマリーナブークレーで、これも新しい糸ではないんですけど、すごく人気の綿 100% の糸で、35番は初めて買ったんですけど、新作なんですかね、前からあったのかな、ちょっとね記憶にないんですけど、今回はバッグの試作用に少し買い足しました。ベーシックコットンと似てるイメージがあったんですけど、比べるとマリーナブークレーの方が太さがありますね。続いてキナキナリの32番と38番。
これも前からある糸だったような気がするんですけど、私は今回初めて購入しました。同じね、キナキナリでも、それぞれ太さが違うみたいで、針の号数もゲージも結構違うので、この太さの違いを活かした作品もいいかなと思って今考え中です。この38番のカラーは10と 100% では結構珍しいタイプで、2色が1本の糸になっていて、すごい面白いですよね。そして最後はニューアクリル波太。これも去年見かけたことがあるので新作ではないはずなんですけど、動画用に一玉だけ必要だったので買いました。これが色番は87番で、ポップなグリーンと違って大人グリーンっていう感じです。抗菌防臭アクリルが使用されてるので、こういうのは余ってもお掃除用のエコたわしに使えるので便利ですよね。メタリックグラデーションとニューキララコットンの引き揃えでこんな感じの小さめのバッグを編んでみました。もう想像以上に色の出方が可愛くて、ちょっとこの糸はまた買い足したいですね。で、その時にマグネットシートも買って、ここにつけて簡単に開閉できる化粧ポーチを作ってみる予定です。で、結局それぞれ2玉ずつ使ってこれぐらい余りました。なんかもう一個ちっちゃい作品作れそうですね。ということで今回はセリアさんでの2021年春の購入品の紹介でした。今日は以上です。ありがとうございました。